皆さんこんにちは、ネイリストの橋本美香です。今日はじゃーんとかだった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 じゃーん、見てください、100円ショップのキャンドゥからですね、なんとオールピンクで新色が出ました。嬉しい。私ですね、あの色はブルーが好きなんですけども、ネイルはピンクが多めですやっぱ使いやすいですよね、ピンクって。ピンクのネイルってなんかちょっとテンション上がるじゃないですか。なのでね、すごい嬉しい、ピンクバリエーションが増えました。しかも今回ね、嬉しいのがいろんなパターンのピンクなんですよ。いろんなパターンっていうのは、ほら、このクリア系透け感のラメグリッターとパールと、普通のラメと何もなしのマットなカラーと、ラメ&パールと、透け感だけのやつっていう、このシリーズがいろいろ違うピンクっていうのが出ました。キャンドゥさんありがとう、嬉しい。はい、めっちゃ楽しみ。ということで早速今からネイルチップに1色ずつ塗って色のレビューをしていきたいと思います。商品の、品番とかは、概要欄、あとインスタグラムにも載せておきます。インスタはね、あのリールとか結構よく更新したりしているので、あの YouTube より正直ね、情報早いので、もし新商品の情報早く知りたいという方はインスタグラムのフォローお願いします。はい、ということで早速塗っていきましょう。まず最初はですね、ブロッサムドレスです。ブロッサムドレス、なんと可愛い名前なんでしょう。ラメ&パール、もう春ですね、桜です。あ、青みピンクに、おお、細かいラメとパールが入ってますね。塗ってみますね。ちょっとテクスチャーサラッとしてるかも。あ、でもサラッとしてないわ。ちゃんと定着良いですね。あ、かわいい。青みピンクでございます。かわいい。このラメのね、しましたね、私も肉眼でよく見ます。ラメはちょろっと入ってる感じかな。パールの方が印象強いんですけど、細かいパールが入っています。はい、色味はパッケージで見るのと、まあ、そんなに変わらないかな。もう少し青みが強くてちょっと沈む感じになると思うんですけど、まあ大枠合ってるという感じです。一度塗りだけどめちゃくちゃ発色がいいですね。はい、では硬化します。続いてはドラマチックチーク、チックチークです。はい、かわいい名前が、かわいいですね、いつも。おかわいい。あのね、キャンドゥの透け感のシリーズってもうどれもかわいいんですよ、マジで。本当に前カイさんとコラボの動画を出したんですけど、その時にもすごい絶賛、2人で絶賛してたと思うんですけど、本当にいいんですよね、かわいい。いきます。お、あ、赤い。ドラマチックチークは赤ですね、かわいい。なんかチェリーっぽい感じかな、アメリカンチェリーぐらいの濃さです。日本のチェリーじゃなくてアメリカンチェリーぐらい濃い、かわいいですね。ほら、いいですね。ちょっと量をいっぱい乗せると、このタブってなった重なったところに色が濃くのっちゃうので、調整して均一に、こんな感じ、かわいい。続いてはこのなんだ、クリームベリーフラッペ。おお、クリームベリーフラッペ、スタバですか、かわいいな。あ、おお、これはねラメが入ってる感じなんだけど、めちゃくちゃ微粒のラメなので、ちょっとパールっぽい感じに印象としては見えるかも。確かにフラッペ感がある白っぽい色ですね。いきますよ、それ、シュン。ほら、かわいい。なんかあのいちごミルクって感じです。本当にあのミルク多めの、ミルク多め、いちごの粒なしのいちごミルクですね、これは。かわいい、いちごミルク飲みたくなってきました。本当に一度塗りで発色がいい、ラメっていうか、もう パールに見えるラメかな感じですね。はい、
硬化します。続いてはドライビングピンク。ドライビングピンクどういうことなんでしょう。わっ、何パーリーピンポー的なことなんでしょうか。ドライビングピンクってどういうこと。すごい、でもなんかちょっとこうマイアミ感がありますね。めちゃくちゃショッキングピンク、もうなんかちょっと眩しいぐらい、ずっと見てたら目がおかしくなるぐらい派手なピンクです。こんな派手なピンク、これ買ってもいいかも。見つけたら。あんまりこの色単色で使わないので、この価格この量でちょうどいいと思います。すごい。あとね、その日本の化粧品で、なんて言うんだろう、プロ仕様のものでここまで派手なピンク出せるのって結構少ないと思うんですよね、原材料的に。だからこういうのいいかも、持ってるとすごい便利。塗ってみよう。おー、すごい、うわー濃いな、かわいい。これ結構ねテクスチャー硬くてピタッと密着するんで、まあ、仮硬化途中で挟まないと難しいとは思うんですけど、なんかちょっとアートもできちゃいそうな感じですね。すごい濃い、わわわ、眩しい、本当にネオン。これ暗闇でここだけ光りそうなぐらい。ちょっと硬化してみます。硬化するといきますよ。ほら、これだけむっちゃ光ってる。ほら、ピカピカってね。ちょっと中に入ってるね、材料が多分光るんでしょうね。ちなみにこれライトついでに宣伝しておきます。よろしくお願いします。楽天で売ってます。プチトロコラボです。続きましてピンクジュエリーです。ピンクジュエリー、ピンクジュエリーは、お、あ、かわいい、かわいい。シアに、あ、小粒のラメと小粒のホロが入ってます。かわいい、これいいですね。ほんのりピンクなんで、色はあんまり濃く出したくない、ナチュラルでいたいんだけど遠目で見た時にキラッとはさせたいみたいな時にすごいかわいい。ピンクジュエリー、こんな感じです。続きましてグリエイ、何、ガーリーか。読めなかった。ガーリー、何、パジャマ、あ、ガーリーパジャマ、なんとかわいい名前。ジェラートピケを連想させる名前ですね。かわいい、この色。もうすごい、2色目と1色目の間みたいな感じですね。ちょっとこうイエロー系のピンクです。なので青みピンク苦手って人も使いやすいかな、こっちの方が。いってみましょう。ちょっとサラッとしてるテクスチャーが、こんな感じです。ほんのりパールかな、かわいい。あとでね全部見せますけど、2色目とちょっと色の感じ似てますね。硬化します。はい、ということで全色塗ってみました。こっちの端から順番にブロッサムドレス、ドラマチックチーク、クリームベリーフラッペ、ドライビングピンク、ピンクジュエリー、ガーリーパジャマです。はい、皆さんどれが好きでしょうか。こんな感じですね。あ、なんとかフラッペ、これですね。覚えられない。ドリーム、ドリームベリーフラッペか。ドリームベリーフラッペとこのガーリーパジャマがすごいちょっと似てるんですけど、横に並べてみますね。ちょちょちょ、うわ、いやいや、ついてくる。こんな感じ。おっとっと、こっちがフラッペでこっちがパジャマなんですけど、すごい似てるんですけど、このぐらい微妙な差でこっちの方が白っぽいです。はい、で ラメのキラキラとかがはっきり分かるのはもうこのピンクジュエリーだけかな。あとはラメって書いててもほぼパールみたいな感じですし、でこのチークは可愛いクリアチークけど、なんかこういう赤の
なんか視野系のやつ今までなかったっけみたいな感じですけど、めっちゃ可愛い。で、私的に推しはこれですね。100円でこのぐらいの量でちょうどいいのがあのこの色だと思うので、なんかこれは見つけたら買っといても何かの時に役に立ちそうな気がします。テクスチャーもすごい良かったです。はい、ということで今日の動画はいかがだったでしょうか。少しでもね参考になっていれば嬉しいです。また、他の、動画もぜひよかったら見てください。ということで今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でもお会いしましょう。橋本美香でした。バイバーイ。